日程第17、発議第4号、地方財政の充実強化に関する意見書についてを議題といたします。提案理由の説明を求めます。26番、中島清春議員。中島議員。それでは、地方財政の充実強化に関する意見書について、発議者を代表し、提案説明を申し上げます。まずこの意見書でございますけれども、今回で節目の10年目ということになります。毎回多くの皆様のご理解の上、ご採択をいただいておりますことを改めて感謝を申し上げます。意見書の内容につきましては、お手元に配布させていただいておりますとおりですが、今、松阪市を含む地方自治体では、新型コロナウイルス感染症の出現により、ワクチン接種体制の構築、防疫体制の強化や、ここから発生する幾多の課題に対し、迅速な対応を迫られております。それと同時に、少子高齢化のもと、社会保障や子育て支援策の充実、地域交通の維持・確保など、これまでの行政サービスに対する需要とともに、疲弊した職場実態の中、複雑化した行政需要への対応も求められております。さらにその中で、新型コロナウイルス対策はもとより、防災事業の実施や、デジタルガバメント化など、緊急を要する課題にも直面をしており、新たなニーズに対応する人材の確保、またそれに見合う地方財政の強化が必要となってきております。このため、次年度の政府予算、地方財政の検討にあたっては、国民生活を犠牲にすることなく、コロナ禍による新たな行政需要なども把握しながら、地方財政の確立を目指すよう、国に対し、この意見書に記載の11項目の対応を求めるものでございます。2021年度地方財政計画では、一般財源総額については、国、地方とも大幅な税収減となる中、交付団体ベースでは、前年度を 0.2 兆円上回る62兆円が確保され、地方交付税についても17億4000万円と、前年度を 0.9 兆円上回り、地方の要望に応える形となっております。しかしこの間、社会保障関連の地方単独事業が増加しているにもかかわらず、その財源が十分に確保されず、結果として自治体が人員抑制により対応するという悪循環を余儀なくされてきたのが実態でございます。この意見書について2項目目で、昨年に引き続き新型コロナウイルス対策を挙げております。現在、各自治体においてワクチン接種体制の構築が急がれております。この接種に伴う自治体の財政負担は、国が全額負担するとされておりますが、このほかにもコロナ対策をめぐり、自治体にはこれまで想定していなかった行政需要が生まれることが予想をされます。政府は2022年度予算においても、5兆円をコロナ対策上の予備費として確保しておりますが、こうした財源を景気対策に回す前に、さらなる感染拡大の波に備えることなどを含め、まず感染症対策の最前線である自治体支援に優先的に活用すべきものと考えております。項目4においては、今回、デジタルガバメント化について記載をさせていただいております。デジタル改革関連6法案が可決されたことにより、行政サービスのデジタル化を一元的に担うデジタル庁が今年9月に設置され、国による各自治体のデジタルトランスフォーメーションが、一層推進されることになりました。しかし、自治体においてはシステムの標準化により、いくつかの課題が発生すると思われます。2021年の地方財政計画においては、一般行政経費として新たに、地域デジタル社会推進費として2000億円が新規に計上されておりますが、地方にはデジタル化に対応するための技術者の人材も不足をしており、デジタル化を急ぐのあまり、地方が取り残されるような事態とならないよう、国策としての十分な財政対応を求めるものであります。その他の項目は、子育て、地域医療の確保など、急増する社会保障ニーズの課題、町人仕事創生事業費、会計年度任用職員制度など、
これまでと同様の内容となっております。2021年度における地方財政の地方財源の不足額はコロナ禍を受け、昨年度よりも5兆6000万程度増加をし、10億円を超えました。このため臨時財政対策債の発行に加え、3兆4000億円程度が2018年度以来、国と地方による折半対象となりました。これらの措置は緊急事態下にあって一定理解されるものでありますが、全国で提供されるべき地方公共サービスの確保に向け、地方自治体の一般財源を確保することは本来国の責務といえます。地方の財源不足に関しては、地方交付税の法定率を引き上げるなど、抜本的な対応が求められております。財政再建目標を達成するためだけに、歳出削減が行われ、結果として不可欠なサービスが削減されることになれば、国民生活と地域経済の疲弊をもたらすものは明らかであります。どうか真の地方自治の確立するために、議員皆様方のご賛同をいただき、国に対し地方財政の充実強化を求める意見書を提出していただきますようお願いをいたしまして、提案説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いをいたします。これより、質疑を行います。質疑はありませんか。はい、海獣議員。4点ばかり質問させていただきたいと思います。まずは5項目目の町人仕事創生事業費として確保されている1兆円ということに関しましてですけれども、町人仕事創生事業というのは、国家の、リーディングプロジェクトだったかと思いますが、そういう枠組みの中での、財源確保というものは果たしてどう評価すべきなんだろうかという点、すなわち特定財源ということになりはしないのか、すなわちこの意見書の全体の趣旨は一般財源の確保ということを求められているのではないかと思われますけれども、その特定財源の確保ということをどう見るか、そしてそのこれは町人仕事創生事業としということで、もうそれともそういう事業ということではなく、ただ一般財源として1兆円もらうということを希望しての内容なのかという点、それがまず1つ目。次に8項目目のですね、森林環境譲与税のことですけれども、林業需要の高い自治体ということが書いてあるんですけど、これはどういう意味なのか、つまり山林面積の占める割合が多い高い自治体のことを言ってるのかどうか、その林業需要の高い自治体という意味をお尋ねしたいと思います。続きまして10項目目の、交付税の小規模自治体に配慮した段階補正とあるんですけれども、小規模自治体とはどういう意味か、すなわち人口が少ない自治体なのか、面積が小さい自治体なのか、その松坂の地域特性に鑑みて、どのようにこの項目を読み取ったらよいのかという点、そして11項目の臨済遺産に関してお尋ねしたいと思ってましたけれど、これは先ほどの説明で理解いたしました。で最後にですね、いつも思うんですけれども、なぜ意見書なのかなというふうに思いました。例えば請願ということであれば、委員会での付託審査もそこでの議論もできますけれども、この意見書ということはこの最終日に提案されて、それに対しての採決ということになりますので、ほとんど議論による内容の修正ということも不可能になってくるのではないかと思います。請願であれば請願の趣旨を意見書に反映する、請願についての議論を、意見書に反映するということもできますけれども、これはもう意見書の内容表記修正一切なしで、このまま是か非かという判断をする性質のものになってくると思われますので、その辺の最初から意見書とされることの理由をお尋ねしたいと思います。以上です。中島議員。4項目にわたり ご質問をいただきました。まずは、町人仕事創生事業費の関係でございます。これは2015年以降に、このような単独で、一般行政経費における
補助事業、単独事業として別枠で計上されておるものであります。昨年度も1兆円が確保されておりますけれども、これは一般行政経費としての別枠の扱いでございますので、今回このような形で挙げさせていただいたものであります。その次の森林譲与税、森林環境譲与税の譲与基準についてのことでございますけれども、この譲与税に関しましては、これまでも台風被害の影響などを加味しまして、2020年度から当初予定の200億円を約400億円と倍増されたものであります。この譲与基準の内訳は、これまで通り人工林の私有の人工林の面積が5割、そして林業就業者2割、そして人口割の3割という形で配分をしておりますので、こういう形で地方に譲与税を配分をするという形になっておるというふうに聞いております。これは変わってはいないということでございます。その次が、地方交付税のどうのこうのの関係で、10番目の小規模自治体に配慮した段階補正の強化などということでございます。これは、合併が行われた市町村の姿の変化に対応するということの交付税算定でございます。2014年から5年間をかけて、この合併によります各支所の経費の問題とか、人口密度の補正の引き上げや、標準団体という考え方の面積の見直しを進めて、合併時点で想定をされてこなかった財政需要として、この交付税に反映をしたということで、続けてきたことでございます。少しちょっと小規模自治体ということに関して、質問によくきちっと今お答えする資料を持ち合わせておりませんけれども、こういう形で合併後進んできた段階補正の問題は引き続き行われているということでございます。最後に、これが意見書ではなく、請願のような形で委員会を通して内容の精査をした上の提出の方がふさわしいのではないかというお考えですけれども、これは過去10年間、松阪市においてもご採択をされていただいてきたものでございます。地方財政の充実強化を求めるということで、各項目にわたって皆様のご賛同をいただいてきたものでございますけれども、出し方によってはですね、請願の方がふさわしいというお考えも理解できるところではございますけれども、各自治体に対して議会側から意見書として国に提出を続けることが意義のあることというふうに考えて、今年度も意見書として提出をさせていただいたということでございます。以上でございます。よろしいですか。他に質疑はありませんか。はい、これにて質疑を終わります。お諮りいたします。ただいま議題となっております発議第4号は、会議規則第37条第2項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ございませんか。ご異議なしと認めます。よって発議第4号は、委員会付託を省略することに決しました。これより、議員間討議、討論、採決を行います。まずはじめに、議員間討議はありませんか。よろしいですか。はい。それでは、議員間討議を終わります。それでは、討論を行います。討論はありませんか。はい、会場議員。はい、この一件発議第4号、地方財政の充実強化に関する意見書について、反対の討論を行います。先ほど質疑させていただきましたが、町人仕事創生事業費に確保されて、として確保されて1兆円という話でございますけれども、町人仕事創生事業費に関してはさまざまな議論があるところです。それを前提として確保される財源ということに関して、それを求めようとすることに対して疑問を持ちます。それがまず第1点。続きまして、森林環境譲与税に関しまして、今少し意見書の中に松阪市の地域特性ということを踏まえた上での内容としていただきたかった、そういった意味で山林面積の占める高についてお尋ねいたしました。
そしてもう一点、まあ、小規模自治体、松阪市は小規模自治体だとは思えません。松阪市は面積は大規模だけれども、それ面積は大規模、すなわち東京23区とほぼ同じぐらいの規模を持つ自治体でありますけれども、人口はまあ大変少ない、そういう場合 の、 その財源調整について どうあるべきかということを、今少し議論があった上での意見書であるべきだろうと考えます。そして最後に意見書か、まあ、請願かということでございますけれども、これはまあ一定ご理解を示してはいただいたんですけれども、どうしてもこの最終日のここでの質疑、そして採決という、まあ、委員会審査踏まえないというところでは、このさまざま、例えば紹介議員もさまざまな党派の方が名前を連れていらっしゃるわけですけれども、それぞれのその各財政とか事業に対する評価も異なる点があろうと思います。そういったことを踏まえるならば、今少し丁寧な議論が時間機会を作るべきだろうと、そのようなことを、まあ、意見として持ち、この意見書に対して反対の討論とさせていただきます。以上です。はい、他に討論はありませんか。はい、これにて討論終わります。これより採決を行います。発議第4号地方財政の充実強化に関する意見書についてを原案通り決するに賛成の議員の挙手を求めます。はい、ありがとうございます。挙手多数であります。よって発議第4号地方財政の充実強化に関する意見書については原案通り可決されました。お諮りいたします。ただいま可決されました発議第4号の取り扱いを議長に一任願いたいと思います。これにご異議ございませんか。はい、ご異議なしと認めます。よってそのように取り扱いをさせていただきます。日程第18、地域医療と松阪市民病院の在り方調査特別委員長報告についてを議題といたします。これより特別委員長の報告を求めます。地域医療と松阪市民病院の在り方調査特別委員長、沖和也議員。沖議員。報告に入ります前に、まず市民病院に携わってくださっているすべてのドクター、看護師、リハ職や技師さんといったコメディカルの皆さん、事務員や警備員さんをはじめたすべての職員の皆様に感謝と敬意を申し上げる次第でございます。またこの松阪の地域で医療の現場、また福祉の現場に携わってくださっているすべての方々に感謝と敬意を申し上げます。私、本日シトラスリボンというものを身につけてまいりました。これは愛媛県で始まったコロナウイルス感染症に関する偏見や差別を止めようという運動でございます。この松阪の地域におきましても、そういった偏見差別がなくなり、すべての医療職の皆さん、エッセンシャルワーカーの方々が安心して日々を過ごしていただける世の中になるよう願ってご紹介をさせていただきました。失礼いたしました。それでは報告に入ります。地域医療と松阪市民病院の在り方調査特別委員会でこれまで検討審査してきました内容につきましてご報告を申し上げます。本特別委員会は委員8人で平成30年3月23日に設置がなされ、令和3年5月27日まで15回の委員会を開催をしてきました。平成29年3月に地域医療構想が三重県で策定され、将来に向けた医療提供体制の方向性が打ち出される中、松阪市民病院では松阪市民病院ビジョン4新公立病院改革プランを作成し、また平成29年6月20日に外部有識者を委員とした地域医療構想を踏まえた松阪市民病院の在り方検討委員会を設置して、今後の在り方などについて諮問がなされ、答申を得ることとなっておりました。松阪地域では3病院臨番体制による二次救急など、誇るべき救急医療体制がありますが、診療報酬の改定や医師不足など、
医療を取り巻く環境が厳しいとされる中、市民が安心できる現在の医療提供体制を守っていくことが必要です。そのような中、本特別委員会は65歳以上人口がピークを迎える2025年を踏まえ、地域医療の在り方及び松阪市民病院の今後の運営形態や再編ネットワーク化について調査研究を行い、松阪市民病院の方向性が定まるまでの動きについて検証することを目的として設置したものです。本特別委員会設置後の平成30年3月27日に、地域医療構想を踏まえた松阪市民病院の在り方検討委員会から市長に答申書が提出されました。この件に関しては、松阪市は今後も議論を継続していくことになりましたので、松阪市議会としてもその議論を注視しながら今日まで委員会を開催してきました。これまでの本特別委員会の主な開催状況ですが、平成30年5月21日に開催した第2回特別委員会では、三重県医療保健部医療政策統括官を参考人としてお招きし、地域医療構想を策定する必要性や、松阪区域地域医療構想策定の基本的な考え方、スタンスについて、また松阪区域の医療の現状と課題や、2025年に目指すべき松阪区域の医療提供体制の方向性、松阪区域のあるべき医療提供体制を実現するための取り組みについて説明を受けました。第2回特別委員会以降、市民病院の現状と今後の地域医療についての地域住民への説明会の状況や、第2次在り方検討委員会の内容、平成30年度松阪地域医療構想調整会議の内容報告及びその内容を受けての松阪市民病院の考え方について説明、厚生労働省医政局地域医療計画課課長通知、地域医療構想調整会議の活性化のための地域の実情に応じた定量的な基準の導入についての説明、厚生労働省の地域医療構想に関するワーキンググループや、三重県の松阪地域医療構想調整会議、また松阪区域3基幹病院院長協議会の概要等の報告などの説明を受け、令和2年1月27日の第8回特別委員会までの質疑や意見交換、議論を重ねてまいりました。令和2年3月17日の第9回特別委員会では、令和2年2月13日に市長に提言がなされた地域医療構想を踏まえた松阪市民病院の在り方について内容の説明を受けました。提言のポイント2つのうちの1つは、地域包括ケアシステムを構築していく上で、松阪市民病院は地域包括ケア病床を中心とした病院に機能転換をして、高度急性期、急性期、慢性期、在宅医療等をつなぐ地域医療の架け橋となるべきであるということ。2つ目のポイントは、その際、職員の雇用を守り、地域松阪区域に医療関係者を確保し、医療水準を維持するとともに、地域の医療需要に持続的かつ安定的に応えていくためには、最も適した手法として、指定管理者制度の活用が望ましいというのがポイントであり、このことを各地域において説明を行っているとの報告を受けました。平成29年度当時の地域医療構想を踏まえた松阪市民病院の在り方検討委員会では、3基幹病院がこのままの状況で経営をしていけば、いずれ成り立たなくなるということ、また地域医療構想を進める上での3基幹病院の急性期機能の集約化、重点化や不足する回復機能への転換の影響といった視点からの議論が中心でありましたが、第2次在方検討委員会においては、二次救急医療体制の維持、継続や病院の機能分化、連携といったところを睨みつつも、地域医療構想の前提となる地域包括ケアシステムの実現に向けての病院の在り方といった側面からの議論をきちんと積み上げていく必要がある。このため、3基幹病院の問題は重要であるが、同時に回復期機能や慢性期機能の病院、さらには地域包括ケアの中心となる在宅医療、介護といった問題をトータルで考えるべきではないかということで、共通認識を持つため、松阪市地域包括ケアの現状と今後について協議を行いました。令和2年7月9日の
第10回特別委員会では、令和2年2月13日に市長に提言がなされた地域医療構想を踏まえた松阪市民病院の在り方の内容について、自治会や住民協議会を中心に、2月17日から4月10日までに17団体、373人の皆様に対して、松阪市民病院が地域包括ケア病床を中心とした病院に機能転換すること、運営については松阪管内の2基幹病院いずれかによる指定管理者制度の導入が望ましいことが5点の留意事項とともに提言書に記されたことを説明しているとの報告を受けました。なお新型コロナウイルス感染症が発生してから状況が変わり、現在松阪市民病院は第2種感染症指定病院としての役割に専念することになりました。また地域医療構想に関する市民説明会は令和2年4月10日をもって中断、地域医療シンポジウムも令和2年3月に続き5月の開催も延期となりました。令和2年10月7日の第12回特別委員会では、新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえた今後の地域医療構想の進め方について、令和2年8月31日付で厚生労働省医政局長から発出された内容における今後の医療提供体制については、社会保障審議会医療部会において議論を開始したところであり、地域医療構想に関する取り組みの進め方については厚生労働省において改めて整理の上示すとのことでした。このことにより国においてこれから検討する段階で、国の検討会や県の考え方、地域医療構想調整会議の動きを見た上で、市としての方向性を見極めていくとの考え方が示されました。令和3年3月16日の第13回特別委員会では、国の動向について、令和2年12月15日に医療計画の見直しに関する検討会が開かれ、新型コロナウイルス感染対応を踏まえた今後の医療提供体制の構築に踏まえた考え方が3点示されました。1点目として、地域医療構想と感染拡大時の取り組みとの関係。2点目として、地域医療構想の実現に向けた今後の取り組み。3点目として、地域医療構想の実現に向けた今後の工程についてです。まず1点目として、地域医療構想と感染拡大時の取り組みとの関係ですが、新型コロナウイルス感染対応が続く中ではあるが、この間も人口減少や高齢化は着実に進み、医療ニーズの質、量が徐々に変化するとともに、労働人口の減少によるマンパワーの制約も一層厳しくなりつつあること、また各地域においてはこうした事態を見据えつつ、質の高い効率的な医療提供体制を維持していくためには医療機能の分化連携の取り組みは必要不可欠であることが示されています。したがって地域医療構想の背景となる中長期的な状況や見通しは変わっておらず、地域医療構想についてはその基本的な枠組みである病床の必要量の推計や考え方については維持しつつ、着実に取り組みを進めていくことで整理がなされているとの説明がありました。2点目の地域医療構想の実現に向けた今後の取り組みですが、まず公立・公的医療機関においては具体的対応方針の再検証等を踏まえ着実に議論・取り組みを実施するとともに、民間医療機関においても改めて対応方針の策定を進め、地域医療構想調整会議の議論を活性させていくということ、次に国における支援で議論の活性化に資するデータ知見等の提供などさまざまな支援策を各地の地域医療構想調整会議における合意を前提としながら展開していくとの説明がありました。3点目の地域医療構想の実現に向けた今後の工程ですが、厚生労働省におきましては各地域における検討状況を適時適切に把握しつつ、自主的に検討取り組みを進めている医療機関や地域に対して支援をすること、併せて新型コロナウイルス感染症への対応の状況に配慮しつつ、
都道府県とも協議を行い、新型コロナウイルス感染状況を見ながら、改めて具体的な工程の設定について検討するといった整理がなされている。その際、2025年度以降も継続する人口構造の変化を見据えつつ、地域ごとに段階的に取り組みを進めていくことが必要であり、2023年度に各都道府県で第8次医療計画の2024年度から2029年度の策定が進められることから、2022年度中をめどに地域の議論が進められていることが重要となるということに留意が必要であるとの説明がありました。一方、地域の動向としては、令和2年3月13日に第2次地域医療構想を踏まえた松阪市民病院の在り方検討委員会から提言が出された後、新型コロナウイルスの感染拡大が進み、感染症対応に専念していることから、三重県においても本市においても地域医療構想に関わる動きはないとの説明がありました。以上のように本特別委員会での開催状況を述べてまいりましたが、令和3年3月に報告を受けたとおり、三重県の地域医療構想調整会議も開催されていない状況であり、今後開催される地域医療構想調整会議における議論を注視していかなければならないと考えているとの説明や、松阪地域の三大病院である松阪中央総合病院、済生会松阪総合病院、松阪市民病院での地域医療構想に関わる部分での協議は、新型コロナウイルス感染症への対応に専念していることから行っていない状況であり、現在も特に大きな動きはなく、今後のスケジュールについては具体的な見通しも立っていないとの状況でありました。また、令和2年2月13日に市長に提言がなされた地域医療構想を踏まえた松阪市民病院の在り方については、現在も生きているとの答弁がありました。今後も松阪区域の地域医療構想、区域内で提供される医療体制の在り方や、松阪市民病院の在り方について検討し、継続した議論が必要であると考えます。以上をもちまして、地域医療と松阪市民病院の在り方調査特別委員会の委員長報告といたします。先ほどですね、令和2年2月13日に第2次地域医療構想を踏まえた、提言が出されたというふうに申し上げねばならぬところを、3月と申し上げたようですので、2月と訂正をお願いしたいと思います。では、以上をもちまして、地域医療と松阪市民病院の在り方調査特別委員会の委員長報告といたします。なお、この報告をもって、地域医療と松阪市民病院の在り方調査特別委員会を終結といたします。以上です。以上で委員長報告を終わります。お聞きのとおり、この委員長報告をもって、地域医療と松阪市民病院の在り方調査特別委員会は、議員の任期満了に伴い廃止とするものでございます。委員の皆様、大変にご苦労様でございました。日程第19、議会改革特別委員長報告についてお議題といたします。これより議会改革特別委員長の報告を求めます。議会改革特別委員長、久松道夫議員。久松議員。それでは、すべての議事日程の最後を受け持たせていただくという大変重い仕事になりました。議会改革特別委員会の委員長報告を述べさせていただきます。今任期における4年間議会改革特別委員会の委員長の重責を担わせていただき、皆様のおかげをもちましてその取り組みの経過をご報告するに至りました。すべての議員の皆様に感謝を申し上げるとともに、ここまでの到達点と課題を明らかにして、
今後における切れ目ない議会改革につながることができればと考えるところでございます。この4年間を振り返ってみますと、議会改革が松坂市議会基本条例を平成24年10月に制定し、実践に踏み出したその出発点から、第2ステージといわれる新たな段階へと進みつつあるということを実感しております。平成29年の改選後の議会改革特別委員会は、平成29年8月に開催した第1回には、作業部会を設置するかどうかの議論から始まりました。ついで10月に開催した第2回では、作業部会の設置を確認するとともに、作業部会の部員の選任を行った後、議会報告会の在り方が論議となりました。広報校長委員会での検討、会派代表会議の論議の結果を踏まえて、議会報告会の内容を見直してより良いものにしていくために、議会改革特別委員会において検討協議を行う。その場合は実際には作業部会と広報校長委員会で一緒になって検討していくということも行いました。議会報告会の在り方について、松坂市議会議会報告会実施要項の改正も併せて協議をしました。その結果、議会報告会は春と秋に2回開催し、秋は予算審議中心の報告で従来通りの形で行い、春は予算審議中心の報告で従来通りの形で行い、秋は決算審議の報告より第2部の意見交換をより充実した形で行うという方向が出されました。広報校長機能の充実もあり、常任委員会ごとにテーマを設けて行う常任委員会単位の班編成などの提案があり、その後の発展が図られてきております。その後少し飛びますが、令和元年6月に開催しました第7回特別委員会で、松坂市議会議会報告会実施要項の改正を行い、新たな実施手法を確立しました。委員会ごとの開催と広報校長機能の強化により、その後の政策討論へつながったと言えるのではないでしょうか。また松坂市議会議会報告会実施要項の手続きについて、議会改革特別委員会で決定するということが不合理ではないかという提起がありました。現実に令和2年春の議会報告会はコロナ感染拡大の下で中止いたしましたが、その決定を令和2年3月に開催しました第10回特別委員会で議決するという手続きを行いました。こうしたことから資金ですが、令和2年10月に開催しました第14回特別委員会で、議会報告会に関わるすべてを広報校長委員会の決定事項とする旨の改正を行ったところです。さて、平成29年12月に開催しました第3回特別委員会へ戻りますが、松坂市議会基本条例の基本理念である市議会は二元代表制のもと、市民の代表としてその付託と信頼に応え、対極的な視点から意思決定し行動する議会を目指すということと、令和29年執行の平成ごめんなさい、もとい平成29年執行の市議会議員選挙の投票率が平成25年執行の同選挙の投票率を大きく下回ったことに関連して、議会の積極的な広報校長機能、議会報告会の充実、専門的知見の活用、政策サイクルの確立という課題、議会白書の作成という提案があり、具体化を図っていくことが検討されました。その間に、福島県会津若松市へ作業部会として視察研修の機会を得ました。後の松坂市議会の取説作成のための白書について学んだのをはじめ、政策討論の在り方など多くの知見を得ることになりました。視察報告について平成30年6月12日の作業部会で論議を深め、議長へ報告を行いました。この中で一言付け加えておきたいと思いますが、議員改選があって多くの新しい議員が出られた際、この方々に議会改革の経緯などをどのように伝えていったらいいか問題意識がありました。会津若松市での研修の中で、視察の説明の時に新しい議員の方々に傍聴していただき、経過や内容などを共有する機会にしているということを伺いました。当市においても、その後数回の他市議会からの視察の際に、新人の方々や希望される議員に傍聴していただき、本市議会における議会改革の経過などをお聞きいただくという実践をいたしました。
多くの議員の皆様にご努力をいただき、松阪市議会の取説の発行に至りましたが、それについては平成30年2月に開催しました第4回作業部会から第15回作業部会までの12回作業部会は開催し、協議検討を重ねました。そして、平成30年9月に開催しました第4回特別委員会で決定していただきました。その第4回特別委員会において各常任委員会等で勉強会とかワーキングとか非常に活発な委員会活動が進みつつあり、その位置づけやその運営に関して新たな課題として検討を求められました。議会改革の中で検討することになりました。第5回、第6回、第8回、並びに第12回の議会改革特別委員会では、作業部会会員の選任及び副委員長の御選を行いました。令和元年第7回議会改革特別委員会では、先に述べました松阪市議会議会報告会要項の改正を行いました。引き続き、常任委員会の活動の在り方を論議することと、タブレット端末導入の提案がありました。令和元年12月に開催しました第9回特別委員会において、松阪市議会政策討論会実施要項の改正を行いました。このことについては、平成30年9月に開催しました第4回特別委員会で提起された課題に答えたものです。議会報告会で出た意見の整理、あるいは各委員会で実施されております勉強会の位置づけ等を、議会として一定のルール化、システム化を図り、そして政策提言につなげていけるようにしていこうということでございました、いうことでした。令和元年9月に開催しました第22回作業部会から始まり、第28回まで協議を重ねました。その結果、松阪市議会政策討論会実施要項を改正し、常任委員会ごとの活動を政策討論会の分科会として位置づける内容を提案し、議決いただき、今日の政策提言のシステムを確立いたしました。次に令和2年3月に開催しました第10回議会改革特別委員会において、松阪市議会基本条例の改正などが検討課題とされました。この案件につきましては、令和2年2月19日に4人の議員の方々から議長に対して、松阪市議会基本条例の一部を改正を含む検討の要望が提出されました。それを受けて3月に開催されました会派代表会議で、松阪市議会基本条例に関する要望について議会改革特別委員会で検討するということになり、第10回議会改革特別委員会で同基本条例の検討も含め作業部会で具体化するということで決定をされました。検討にあたりましては非常に多くの課題が明らかになりました。当時いわゆる緊急事態宣言とコロナ危機などの関係から、作業部会の開催は6月議会の時期となりましたけれども、それに至る過程の中では議会基本条例の構成や制定過程での議論の経過を整理するというような機会になったこともありました。議論の過程で議会基本条例そのものを受け止める非常に重要な機会にもなったと言えると考えております。議会基本条例制定時の平成24年当時の在籍議員が少数となっている現在の議員構成という現実にあたって、改めて議会基本条例の構成や制定過程での議論の経過を作業部会においても共有する機会となったのは大変重要かつ有意義であったと認識しております。作業部会では4回にわたり具体的な議論を行いました。その結果、基本条例第2章の開かれた議会の規定の中に、第2条の第40の2として、市議会は市民の多様性を尊重し、開かれた議会への環境整備に努めなければならないという1条を追加規定することといたしました。同時に、その条文の説明として、松阪市議会基本条例施行後の障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律や政治分野における男女共同参画の推進に関する法律の施行など多様性の尊重の要請が高まっていることから、松阪市議会として開かれた議会の環境整備に努めることを定めていますという説明文を付記いたしました。令和2年8月に開催しました第11回特別委員会において条例改正案においてついて議論を行い、翌8月20日の本会議へ議員提案として上呈し、
条例改正案が全会一致で議決がされました。令和2年9月に開催しました第13回特別委員会では、議会報告会中止の決定と松阪市議会、議会報告会実施要項について、広報校長委員会 で決めたことを、議会改革特別委員会で改めて決定するといった手続き制度の改正を検討することとなりました。令和2年10月に開催しました第14回特別委員会でタブレット端末導入へ動き出しました。タブレット端末導入につきましては10月16日の第34回の作業部会におきまして、議会内にプロジェクトチームを組織し進めるということで作業部会として決定をいたしました。その後19日の会派代表者会議におきまして、各会派または会派に属しない議員により委員の推薦をいただき、議会 ICT 化推進プロジェクトチームが発足いたしました。この議会 ICT 化推進プロジェクトチームにつきましては、組織の目的といたしまして、市議会における新型コロナ感染症対策を図りながら議会運営の活性化および効率化を図るため、必要となるタブレット端末を導入することをはじめ、電子データによる議会関連資料やその他の関係資料の共有、情報の伝達、共有およびペーパーレス会議を実現するためのツールを導入、運用することを目的とすることとし、作業部会と同等の扱いで議会改革特別委員会のもとに位置づけさせていただいて、議会 ICT 化に関することについて具体的に審議、その結果については特別委員会で報告提案を行っていただくということになりました。構成は6人の構成とし、議会 ICT 化の整備が終了する5月7日まで10回の検討協議をはじめ取り組みいただきました。また先に言いましたように、議会報告会の実施要項について改正を行いました。令和3年3月に開催いたしました第15回特別委員会において、 ICT 化プロジェクトチームリーダーからの経過報告をいただき、松阪市議会タブレット端末運用基準の提案があり、質疑を行った後所要の改正を行うことの確認や、またその後の対応のあり方を含めて承認されました。タブレット端末が導入された後、4月28日と5月7日の2回にわたりタブレット端末操作研修会を行っていただき、5月7日をもって議会 ICT 化推進プロジェクトチームの役割を終えていただきました。4月7日開催の議会運営委員会で議長から、この間の政策討論会における市長への政策提言について、いわゆる提出方法等の認識について議員によって異なることがあることから、政策提言のあり方等について協議依頼があり、第16回議会改革特別委員会で政策提言のあり方について検討する、作業部会で協議することといたしました。3回の作業部会を持ち、議会運営の申し合わせ事項に第10章として政策討論会を位置付け、明文化するという結論に至りました。5月27日開催の第17回特別委員会において、議会運営の申し合わせ事項に明文化すること、議会運営会でご決定いただくことを議決いただきました。7月末日をもって、今期の議員の任期が満了いたしますことから、本特別委員会につきましては、本日をもって一旦終了させていただきますが、議会改革の調査検討は今後も続いていきます。十分答えを出せなかった問題として、長期欠席議員の議員報酬の減額や通年議会など課題が残りました。時期の改選後の課題として引き続いていきたいと考えます。引き続き、議会基本条例に基づいて議会改革の継続を図る上で、本特別委員会と同様に、全議員で構成する議会改革の推進に関する特別委員会を設置し、その参加に作業部会を設置していくことが望ましい姿であることを確認したいと考えます。以上をもちまして、議会改革特別委員会の委員長報告といたします。以上で委員長報告を終わります。お聞きのとおり、この委員長報告をもって議会改革特別委員会は議員の任期満了に伴い廃止するものでございます。全議員の皆様、大変にご苦労様でございました。それではここで副議長と交代をいたします。
それでは引き続き進めさせていただきます。本日の日程はすべて終了したわけでございますけれども、現在の任期も7月31日で任期満了となります。そこで今期をもって退任をされます議員の方々より発言を求められておりますので、この際これを許可いたします。まず20番中村芳子議員。中村芳子議員、お時間をいただきましてありがとうございます。平成9年頃になりますが、昔の話ですが、私中村芳子は若い40代の後半でありました。夫の母を見送りまして子育ても一段落いたしました。その頃女性のリーダー的存在であり三重県職員でもありました鈴山雅子先生と子育てや社会教育のお話をする中で、それならば決定の場に行かなければとのお言葉をいただきました。本当にその頃の私意味が分からなかったんですけれども、よくお話を伺いまして政治を学ばなければと考えさせたことをいただいたのでした。その時その頃夫中村隆夫は新聞の切り抜き記事を差し出しまして東京の市川夫妻記念館に行くように促し、そして尾崎学童記念館でも学ぶよう送り出してくれました。合併前の旧三雲町では政治等などは男性社会でございました。私の住む中野省は70軒ばかりの農村集落で、その時68歳の現職がおられましたので区推薦はありえません。避難も相当なものでした。それでも決定の場に行かなければとの思いでお一人お一人とお話をし、中村芳子を知っていただけるよう歩きました。それぞれの地域議員の方のエリアや親戚縁者等支持者も分からぬまま歩いておりましたので、これまた配慮に欠けると当事者からも非難されたものです。そして平成11年9月の選挙において、お一人お一人の一票のおかげさまで本人も驚く三雲町でのトップ当選をさせていただきました。1000円しか入っていない私の財布が原点でしたけれども、桁違いの行政の数字に指で押しながら1000億とかそういう桁を確認しながら大きな数字に向き合ってきました。人づくりは国づくりと考え、将来のために税金をどこでどう使って公正に公平に社会づくりができるかを問い続けてきました。合併後最初の選挙は夫の職場での事情もありお休みをさせていただきましたが、その後の松阪市での3回の選挙に当選をさせていただきました。しかし70歳を機に若い世代に頑張っていただくべく退任を決意いたしました。1999年から17年と10ヶ月団体や企業の推薦もない私を今まで応援してくださった方々、さまざまな事情がある中でご支援ご指導いただきましたことには深く深く感謝申し上げる次第です。諸外国の女性の政治参画に比べ日本がまだまだ低いと言えますが、松阪市議会でも多様性に配慮する議会を運営していただける制度をこの度
条例に盛り込んでいただきました。今後議員それぞれの個性と多様性を尊重し、市民と行政とともに松坂づくりがされていくことに期待をいたしまして、退院の挨拶とさせていただきます。長い間本当にありがとうございました。次に23番、大平勇議員。大平勇議員。新生クラブの大平勇でございます。貴重な時間をいただき、誠にありがとうございます。まず新型コロナウイルス禍で1年半が経ちます。医療で頑張って見える方、また関係者に対しまして感謝とお礼を申し上げたいと思います。早く終結することを願わずにはいられません。実は昨日昔の写真を見ていまして、いろんなことが浮かんでまいりました。今ここに立たせていただくのは、定年退職で挨拶をさせていただくというような本当の気持ちであります。まず私は昭和39年4月の採用で旧松坂市役所に就職しました。それから41年間この市役所で仕事をさせていただきました。松坂市議会では4期16年、通算57年間にこの松坂の市役所へ勤めることができました。57年間といいますと半世紀以上ということになってまいります。昭和39年といいますと、まだ生まれていない部長さんが見えるかも分かりませんけれども、昭和39年の10月1日、これはどんなことがあったかということなんですけれども、これは東海道新幹線の開通の日であります。それから10月の10日は東京オリンピックということであります。それからこの松坂市では12月の12日に松電の廃止ということです。松電の廃止といいますと、今 JR の三幸百貨店の駐車場になっておりますけれども、あそこから湯沢経由おいしということで、当時松電ガタ電ということで、いろんな形の中に通勤通学を作って、利用しておったわけですけれども、まあ、それが12月の12日に廃止したということです。ですから今イギリスの方で世界サミットが行われておりますけれども、おそらくやオリンピックはされると思いますけれども、私は昭和39年に役所に入った時にオリンピックでした。10月10日、57年後のこの定年退職にまたオリンピックということで、私はオリンピックで始まり、オリンピックで終わったというのが私の人生ではなかろうかと、こういうふうにも思っております。昭和39年から市長が何人変わられたかということであります。答えを言いますと、竹山市長は7代目ということになります。39年と言いますと、梅川市長、おそらくやお父さんがお母さん方がその名前を言いますと、また勇敢見にも載っておりますけれども、懐かしい名前ではなかったかと、こういうふうにも思っております。その後は吉田市長、それから奥田市長、野呂明彦市長、下村市長、山中市長、現在の竹上市長ということであります。この議場に見える出向部とか議員の皆さんとの付き合いはもちろんですけども、今見えるこの会場の中でも当然ですけども、まだ親の方に付き合いがあったと
いう方も時々あります。まあ、これも市長もそうなんですけども、お父さんが市会議員で議長になれました。私らもいろいろ世話になりました。まあ、そういう歴史を今思い出しておるということであります。その中で、職員の時の41年間の中で、まあ、2つ、3つを挙げてみますと、1点目は休日夜間応急診療所、春日城で今はありませんけれども、あそこの時に休日夜間応急診療所を開設したということで、いろんな問題がありました。医師会を中心としながら、救急消防隊の関係、それから薬剤師会、三病院の代表者の方、一時救急、二次救急、臨番という一つのシステムを作るのに、随分いろんな形の中で関係者の方にも協力をしていただいた結果、今があるということであります。今は、休日夜間応急診療所は、前の健康センターですけれども、その時はもうありませんけれども、今はハルルというところで、当時は先輩校舎の土地ということでありました。今はハルルということになっております。それから2点目としましては、コミュニティバスの事業のスタートということがありました。このこともお金もよくかかりましたし、それからコースをどうやっていくかということ、それからバス停の場所、それから名前ということがあります。ここが一番いいなと、地元がどうしても作ってほしいということがありますと、警察の方からこれはちょっと交通であかんと、まあ、そんなこともありまして、その調整、それから名前をつけるときに会社名をつけるわけですけども、そこには協賛金中をたくさんいただくというようなことで、当初の目標の1200万が1400万ばかり集めたというような経過もあります。なお、職員としての一番の思いとしましては、やっぱり議員のリコールでありました。このリコールは現職のその当時の議員は割と冷静でありました。何にも議会が不祥事を起こしませんと、起こしないのになんでリコールということが僕としては印象があります。それから次は百条委員会であります。もう深くは言いませんけども、県内の市で今市いろんな形で百条委員会が報道されております。3点目としましては、鉄道の 市議会、これは駅西再開発ということがありました。その時には徹夜議会がありまして、朝の8時頃までずっとやっておりました。朝終わってからですね、翌日に地元の行事がありまして、家も寄らず朝飯も食べずその行事に参加したというようなこともありました。それから次に、まあこれ私事ですけども、1回目の時に昭和24年ですけども、第1回に議長をさせていただきました。この時はたまたま三重県の議長会の会長ということも当てはまっておりましたし、それから、世界サミットが島で行われたということもありました。また10周年の合併で10周年が多いということで、県外では島根県の浜田市とか佐賀県の嬉野町にもお邪魔しましたし、県内では津市とか伊勢市とか多伎町とか大台というようなことがちょうど10周年記念に当たったということで参加をさせていただきました。の忘れてはなりませんのは、やっぱり27年のですけども、前の市長が9月いっぱいで辞められました。その後を継がれたのが竹上市長ですけども、もっと詳しく言いますと、9月の30日で終わりということでしたんですけども、9月の27日の日曜日から10月3日の土曜日まではですね、選挙戦とありまして、10月の4日に選挙戦で竹上市長が誕生したということになります。9月中は前市長、10月からは新市長という形になりますけども、その3日間のことは副市長が補正予算を提案されたということにも記憶として残っております。まあそういうことで、この議会中には市長が変わられるということは非常に聞きましたら全国的にも珍しいと
ということを聞いておりました。まあ、いろいろ思い出があるわけですけども、私にとりまして議員として非常にこういろんなことで勉強させてもらったのが、これは私事ですけども、議会の運営とかいろんな形で、あ、これは参考になったなと思うのは、僕は高校野球の審判をさせてもらったと、50年間、現職で40年間、県の副部長として10年間やったんですけども、その間、平成の5年ですけども、甲子園で審判させていただきました。例えば、練習試合とか行きますと、各両チームの監督とか部長とかいうのと同じような形で食事をさせてもらいました。全国的にも有名な監督にも食事をしたことがありますけども、もう本当にいろんな形を勉強させてもらいました。その中で今でも残っとるのは、世の中というのは賛成反対中間とこの3段階があるということです。ホップステップジャンプ、自助努力互助公助ということがありますけども、高校生は1年生2年生3年生ということで、その役割とかいろんな形で決まってると、決まってるというんですか、セオリーがあるということで、1年生から3年生に特別バッと行くわけではありません。やっぱり新人があれば新人らしく、中間2年生の中間は中間らしく、3年生はやっぱりキャプテン副キャプテンマネージャーということで、その順序をきちっと踏んでやっぱり成長していくんだなと、こういうふうにも思っております。まあ、そういうことでこの3段階が一番大事じゃないかなと思っております。今日の議会でもありました、全会一致ということがありますけども、世の中は何もなければ大体4対4対2、賛成が4対で、反対が2、中間が4、ある程度は6、3、1と言いまして、賛成が6、反対が1、中間が3という形の中でいろいろ分かれるというのが、これは世の中の常ではなかろうかと、こういうふうに思っています。その中で、自分らの意見というのをどうやって合議体に持っていくかと、どうやって議員に納得してもらうかということに関しましては、やっぱり中間管理者がしっかり立っていく、経験をしていく必要があるのではなかろうかと、こう思っています。これが私の一番思ったことであります。まあ、長々となったんですけども、まとめといたしまして、私は後期高齢者になりました。まず健康第一であります。皆さん方もこれからは体を大事にされまして、健康に注意をしてもらいたいというふうにも思っております。また、再度、この7月には市議会選挙があります。再び当選されまして、この会場へ戻ってきてもらって、松阪市政の発展のために全力を尽くしてもらいたいというふうにも思っております。最後に、私はが生まれてからもう76歳になりました。たくさんの方にお世話になりました。誰だとは言いません。私の76歳になるまでの全ての方にお礼を申し上げまして、担任の挨拶に返させていただきます。本当にありがとうございました。次に28番、西村智志議員。西村智志議員。この度、今回の任期をもちまして、退任をさせていただくことになりました市議会の西村智志でございます。この場をお借りし、少々お時間をいただきましてご挨拶を申し上げたいと存じます。私は39歳の時に、平成7年に初めてこの市議会の方に来させていただきました。都合ですね、26年の経過をいたしまして、この26年間の議会活動に終止符を打つということになりました。平成7年と申しますと、本当に大変な年でございました。1月17日に阪神・淡路大震災が起こりまして、私もはっきり覚えてますけれども、朝起きるとですね、テレビで
大阪の町がですね、まあ、火の海になっていたというような状況でございました。そんな中での、まあ、スタートでございましたし、また3月23日でしたか、地下鉄サリン事件というような大変なあの事件が起きた年でもございました。まあ、そんな年に、まあ、議員にならせていただきまして、まあ、いろんなことも経験をさせていただき、議員の皆様方やまた職員の皆様、本当に大変に、まあ、お世話になったわけでございますが、まあ、私がこの議会で一番の、まあ、思い出といいますか、心に残っておるところを、まあ、2、3ですね、紹介させていただきたいと思うんですけれども、やはりですね、最大の思い出はですね、やはり平成17年1月1日に市町村合併でですね、1市4町が合併したこと、このことが一番印象に残っております。平成17年の前、2、3年前からですね、市役所でもプロジェクトチームが立ち上がり、そしてまた議会も特別委員会を結成してですね、すり合わせ等も行いましたけれども、本当に難航いたしましてですね、なかなかその経過がですね、進まないというような状況もございましたけれども、まあ、最終的に、まあ、飯高町が合併に同意したということで、合併が行われたわけでございます。当時、まあ、80人というですね、松阪市議会議員が誕生いたしまして、6ヶ月間というですね、まあ、短い間ではございましたけれども、市議会の要職を全うしたわけでございます。当時80人の議員が5階の大会議室でですね、本会議をしたときは本当に圧巻でございました。はっきりと覚えておるところでございます。またその後18年には会場アクセスが確か執行した年でもございました。まあ、会場アクセスということで、本当に松坂港ということで、なかなか決定するのがですね、長引いてまして、まあ、最終的に松坂港の真ん中を取ってですね、カラス沖にですね、港ができるんではないかというような憶測が飛び交う中でですね、突然に普通に港ができると、アクセス港ができるということが決定をいたしまして、当時野呂市長がですね、大変お怒りになりましてですね、寝寝に水やということで、もうこの南三重の首長さんを集めてですね、あそこで花王殿でですね、急遽会議した覚えがございます。私はその時にその常任委員会の委員長をしておったんだろうと思うんですけれども、一緒に代表で参加をさせていただきまして、まあ、何としても松阪に持ってくるということで、もう大変もうお怒りでですね、まあ、私もその時に同席させていただいて、全くその通りだということで同調させていただき、私も推進の方でですね、その後ですね、旗振り役もしたわけでございます。そして、まあ、10年間なんとかあれしましたけれども、まあ、重油の高騰とかですね、リーマンショック等もございまして、まあ、当初の予定がですね、大変下回って残念するというような結果にはなりましたけれども、まあ、その時に私はやっぱり将来の南三重の玄関口として、松阪がセントリアから1時間のところにあるということで、松阪市の将来のためには全く必要である、あるんではないかということで、私も推進派で、動いた、そういった思い出がございます。その後ですね、また駅前、再開発の時にも、先ほど大平議長さんからもありましたけれども、本当に徹夜議会で、ありました。私もその時本当に推進の立場でございました。またその時の情勢はですね、松阪市の駅前にその福祉総合センターを持ってくるというですね、非常に斬新な計画があったわけです。これは当初から福祉総合センターを建設するということで計画を立ててまして、10億円の基金を積み立てておりました。その時期と重なりましたものですから、市民や有識者の代表で、検討委員会を立ち上げて、答申をいただいて、松阪の駅前に同時にですね、その総合センターを建てるというですね、
答申をいただいたことから、私たち議会はですね、その意見を尊重して、この駅前開発の構想にですね、そのあれを持ってきたというのが、まあ、その時の話でございました。その時点でですね、私は、まあ、ホテルの構想とか、またマンションの立ち上げ等でですね、まあ、これから駅前にふさわしい街になっていくということで、賛成はしたんですけれども、ただ、その福祉総合センターに30億円の膨大なですね、費用をかけるということ、そして最終的に1階の部分を人権センターにするということだけはですね、確かに私も異議を申し立てた覚えもございます。そういった中で進んだわけでございますけれども、途中で皆様ご承知の通り、まあ、頓挫をしたという経過でございます。まあ、私はこの会場アクセス、また駅前開発につきまして、推進の立場でしたことに対しまして、一点の曇りもございません。松阪市の将来を考えたときに必要だという思いで、その時は一生懸命努力をしたつもりでございます。心残りはこの駅前開発がですね、頓挫をして、その後、何も手がつけられなかったこと、これは非常に私も残念でなりません。まあ、今、西開発が推進されるということでございますけれども、私の希望といたしまして、本当に松阪市の身の丈に合ったですね、機能を備えた松阪市の玄関口、そして風景をですね、もう少し検討していただいて、皆さんには何とぞお願いしたいなというふうなこともお願いとしてですね、聞いていただければ幸いでございます。本当にいろんなことがございました。平成23年には東日本大震災当時ございました。私も2泊3日で災害ボランティアとして行った覚えも鮮明に残っております。また私どもの会派の議員2人がですね、平成15年平成17年と2人亡くなったことも悲しい思い出としてあります。本当に能力の高い、本当に人格者であった2人であっただけにですね、非常に残念で悲しい思い出として残っております。そしてまたこの退任となりましたこの年、昨年から本当にコロナ感染症というですね、世界的なパンデミック、日本に国内におきましても戦後最大の危機と言われるような経済や生活状況の中で、今これやっとですね、ワクチンが開発されて、来年ぐらいにはなんとか収束するようにですね、期待もしているんですけれども、大変な中ではございますけれども、この道半ばで退任をしていくということになります。これまで本当にいろんなことがございましたけれども、私は議員になるまで本当に両親と共に酒屋を営んでいただけにですね、この議会とか市政に対しては本当に無知でございまして、その初めて当選させていただいた時にもですね、まあ、いろんなですね、ことを知りたくて、いろんな担当課に行ってですね、教えを請うた時がございました。そして職員の皆様方には、また理事者の皆様方には大変に丁寧に教えていただくことで、この26年間の私が築いてこられたんだというふうに思っております。また議員の皆様におかれましては、各先輩方においてはですね、本当にいろんなことを指導も受け、激励もしていただき、学ばせていただくことができました。そして現職の皆様方におかれましては、2階の議長職のですね、ご推挙もいただきまして、皆様に支えていただき、その任を全うできたこと、本当に感謝を申し上げる次第でございます。また議会事務局の皆様にも大変にお世話になりました。そして何よりも市民の皆様、私を26年間支えていただいた、ご支援をいただいた市民の皆様に対しましても、この場をお借りしてですね、一言御礼を申し上げる次第でございます。今後は、一市民としてですね、地域の中で活動もし、そしてこの市政の方に携わらせていただきたいというふうに思いますので、また今後ですね、何かと会う機会もあろうかと思いますので、その時はまたよろしくお願いをいたしたいと思います。最後になりますが、この7月25日に行われまして、選挙戦が行われますが、この現職の皆様方が素晴らしい成績で、再びですね、この議場に帰ってこられるようにご祈念を申し上げまして、
はなはだ簡単でございますけれども、私の退任の挨拶とさせていただきます。本当に長い間お世話になりましてありがとうございました。今期をもって退任されます議員の方々には本当にお疲れ様でございました。皆様方が市民福祉の向上と市政の発展のために注がれたご尽力に対し深く敬意を表する次第でございます。これからも健康にご留意されまして、退任後も引き続き松阪市政並びに松阪市議会に対しまして一層のご指導ご協力をいただきますよう心からお願いを申し上げます。長い間本当にありがとうございました。次に市長より発言を求められておりますので、これを許可いたします。以上、はい、竹山市長。ただいま議長のお許しをいただきましたので、私からも一言議員の皆様にお礼を申し上げたいと思います。議員の皆様におかれましては、現在の任期がスタートした平成29年8月から今日までの間、市民の皆様の代表として地域の発展に惜しみないご尽力をいただき誠にありがとうございました。この場をお借りして心よりお礼申し上げます。そして先ほどご挨拶をいただきました、この任期をもって勇退される3名の皆様でありますが、中村議員は旧三雲町議を含め6期18年、大平議員は4期16年、西村議員は旧松阪市議を含め8期26年、また今ご挨拶をされた議員さん以外にも勇退される方もいらっしゃると伺っております。市議会議員として長きにわたり、松阪市政の発展のためにご尽力をいただきましたことに感謝を申し上げるとともに、心からお疲れ様でしたと申し上げたいと思います。皆様の在任期間中には、私が市長に就任してからも、平成28年2月に上程した住民協議会条例の審議、同9月に表明したベルライン航路の廃止、平成30年市内小中学校の普通教室等への空調設備の整備、そして昨年来の新型コロナウイルス感染症への対策など、皆様には多くの重大な決断を要する場面においてご判断をいただきました。さまざまな課題がある中で、私がここまで何とか市政を運営することができたのも、ひとえに皆様からいただいたさまざまな形でのご協力があったからこそと思っています。今後も地域の代表者として、そしてまた一市民として市政にご協力をいただきますことを心からお願い申し上げます。最後に皆様のご健勝と今後ますますのご活躍をお祈り申し上げるとともに、在任中におけるご尽力に対して改めて心から感謝を申し上げ、私のお礼の言葉とさせていただきます。本当にありがとうございました。ありがとうございました。以上をもちまして、今期定例会の案件は全部議了いたしました。今期定例会はこれにて閉会をいたします。長期間にわたり大変お疲れ様でございました。ありがとうございました。ありがとうございました。